皆さん、こんにちは。なるほど点です。今日もソートタイディ 3D で遊んでいきます。ちょっと噛みましたね。ソートタイディ 3D ですね。いきましょう。レベル154です。まあ、なぜなら、なるほどが今起きたばっかりなのです。なんか朝7時に目が覚めたんですけど、ベッドでゴロゴロしてたらもう9時ですからね。さあ、あんまり揃ってないですかね。もうヒカンさんが後ろにいらっしゃる。もうヒカンさん、あ、いた。色違いのもうヒカンさんいらっしゃる。注意が必要。はい。出して、ドーンと。あら、また違う方が。お、悟空さん、はい。で、まあ、この辺出しておきますか。やっぱ朝早いと頭が回んないですね。全く回んない。さあ、ちょっと置いておいて。わあ、知らない子が。お腹もくるくるいっている。くる、きっとくるですね。さあ、皆さんは多分、あ、うー、なんか押しちゃった。間違えて。あ、どうすれば。あ、一人いた。ちょっと待って。出す前にこうしておいて、ターンターンと。お、お姉さんがどっかにいらっしゃった気がする。後ろにいない？あ、いたいたいた、ここにいた。さあ、これで出してトントンと。おお、よし、これでいけそうですね。いけそうなんですけど、どこ行った？あれ？さあ、一緒に固めておいて。おまわりさん、お、ここにいた。さすがに帽子の種類が違うからダメとか、まあそんなのはないですか。あれ、この方は？あ、なんか出しちゃった。ここでしょ。あ、いた。よし、おまりさん出して、出して、おまりさん出して、この方出しますか。これでいける。よし、そろそろ顔描く。さあ、ここに、はい、いらっしゃるから。で、あ、ここにいた映画監督さん。なんか服でなんかあれですよね、職業がわかるっていうですね。ちょっと広告入っちゃったからですけど、そう、服でなんか職業がわかるのもありますからね。さあ、皆さん、どんな服装をされているでしょうか。なるほどくん、なんかですね、地味な感じの目立たない洋服着てますよ、色とか。さあ、ということで今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。